間開幕戦始まりました。さあ試合が始まりました。どうでしょうか、本田圭佑さん、このキックオフ。すごくこう盛り上がってますよね。マイクが、マイク入ってないです。ありがとうございます。マイク入ってない、マイク入ってない、マイクが入ってなかったです。すごく楽しみです。本田圭佑選手も今シーズン終わって新しいチーム探しているところなんで。そうですね、まだ発表は生まれてない。そうです、もしかしたら先ほどね、ユニフォームに着替えてアップ加わってるところを見たんで。ああ、見られました。はい、誰でもが気づいてましたよ。恥ずかしい。全然隠し合うんですよ。もしかしたらこの中に入ってることもあるかもしれない。そうですね、可能性は無限大なんで。ありがとうございます。さあ、ピッチ内の方は激しくボールが右往左往しております。キーパーがボールを前に投げる。おっと、これフットサルの試合というのはもちろん5対5で行われるわけなんですけれども、本田選手、どのポジションに注目して見ているとかありますかね。そうですね、まあ全部ですかね。やっぱり全部みんなで戦うことが大事なんで。なるほど、みんなで守ってみんなで攻める、はい、これがフットサルは大事だなと思う。みんなで守ってみんなで攻める、なるほど。さあ相手チームがボールを前線へ。しかしここはもう前半立ち、おっと、カウンター、これはノーファール、ノーファールですね。スライディングというのがこう許されるようになったわけですよね。ヒットされるっていうところで、前まではねスライディングはダメだったね、ですけども。激しいですね。激しいですね。山でこの距離でなかなかプロスポーツというのを見る機会はないわけです。投手が入れ替えます。さあ中盤での激しい攻防。前のやつにしといて分かりづらいかも。おっと、これは前からの激しいプレス。ワイスボールでリスタート、シュート、おっと、ワンタッチを主張したが、ボールはゴールキックから、ボールスローから。さあ、はい、おっと、このディフェンス、しかし相手もこれは中の声が聞こえてるのか、本当選手も声を張って指示を出してますけども、動け動けという指示が聞こえてきます、敵チームから。そう、おっと、今ボールを割って、どうですか立ち上がり、これを見てフェライニ選手、この今の感じ、どっちが有利とかありますか。まあヘディングで点決めてほしいですね。めちゃめちゃ日本語喋れるやないか、おい。めちゃめちゃフェライニ日本語調子じゃないか、おい。まあはい、さっきね、無理して英語伝えましたけど、日本語しか喋れないんでね。なるほど、おっと、チャイチャンス、ハンドでは、ハンドではないか、これはイエローカード、イエローカード。サッカーだったら一発退場のような場面でしたけども、これはイエローカードということで。そしてめちゃくちゃ選手変わりますね。すごいですね。おー、やばいやばいやばい。バスケットよりも変わるんじゃないですか、これ。今お客さんが僕たちがフットサルを見て驚いてるということに多分驚いてると思います。そうです、僕たちフットサルの知識はちょっと浅はかなタイプの実況だったんですけど、でもね、はい、1人強力な、そうです、はい、いる中村浩介選手の、こちらの方がですね、やっぱり1回1回ね、プレーが変わるごとに戦術も変わるので。なるほど、ああそうなんだ、はい、ターンオーバーする方、めちゃくちゃターンオーバーですね、この選手を入れ替える戦術。面白い。さあここは一つゲームのターニングポイントとなるのか、ゴール前のフリーキック。サインプレーからの、おーっと、少し力んだか、ジャストミートスペース。さあ再び挙手、おーっと、触っていればというところ。さあ激しい攻め合いから、さあ
強い。強いです。ああ。いや、はい、想像してたよりも、応援がすごい、そうですね、声が大きくて、自分たちの声があんまり聞こえないですよ。チャンス、チャンス。チャンス。一つ形を作ってみせたか、ワイエス。スピーディーな展開で楽しいですね。また選手が一気に。また変わります。総力戦で。それぐらいハードに動いてるから、やっぱ、すぐ交代しないときついんでしょうね。あと、これは先ほどベンチスタートで言った矢田本選手も、左手にキャプテンマークを巻き。海軍大将。本田選手はポジションどこだったんですか、元気の時は。僕ですか、はい、僕はトップ下とか、ロックとか右サイド下。なるほど。いや、もう本当、ご本人が見てる。そう、ご本人ですよ。ご本人ですもんね。ご本人なんですよ。利き足も左なんですかね。利き足だけが右ですね。利き足右なんですね。いいですね。利き足右なんですね。素直に答えてくれる。なるほど。やっぱこの、ね、前半、後半を使って、やっぱり、マキッカさんの、この、ね、謎にも真相にも迫っていきたいところもあるので、そうですね、いきなり全部聞かずに、そうですね、そちらも今日来てくれてる方、やっぱマキッカさんの話も聞きたいような方も来てると思うので、たくさんいらっしゃってると思います。初めましてなんで、ワールドカップ以来じゃないですか。そうですね。たまに、おーっと、本田圭佑のモノマネしてる人って、なんでこう、たまたま関西出身の人多いんですか。ご本人も関西ですからね。はい、石川ですもんね。いつもそれ思ってた。まあでもね、横浜と神戸ってことで港町対決っていうね、そういう対決もありますから、どっちが本当の港町か、なるほど、今日決めようじゃないかと。中華街もありますね。ああ、なるほどなるほど。もちろん町と町の対決になってるわけです。そうそうそう、港町ダービーというのを真ん中でちょんちょんと、いいかましからの、あ、強い強い、激しい、なんだこの、なんだろう、バックパスの基準みたいなのが僕いまいち分かんないですよ。バックパスの基準に関しては、はい、1人目の時が相手に触った時、相手がボールを触った時に関してはバックパスですね。なるほど。中村選手の非常に優しい解説。いやー、惜しかったな、今。もう一回ボールはリスタート。さあ、裏のスペース、シンプルにキーパーは切ってきました。さあ、サポーターの声援が届くか。アウト。ゴール裏でね、香川真司がね、いつ出よういつ出ようって顔してますよ。いや、出番ないからね、香川選手、言っとくけど、今日出番ないんだよ、僕じゃなくて、あなたしかいないでしょ、今、僕じゃないんですよ。前園さんがストレッチ始めましたね。いや、出れないんだって、だから、スーツ着ながら、このバチバチ見て、なんで出れるって思ったんだ。もうチャンスですよ。カット、ああ、増やしちゃった、ラストミートセーフ。いや、でもすごい、さっきからいい位置で取れてることが多いんで、早い段階に点は欲しいですよね。さあ、武田選手、前からチェック。激しい。その前から大丈夫ですか。そうですね、大丈夫です。やっぱフットサルにおいてはトーキックは大事なので、今のシーンはトーキックでシュートを打ったので、はいはいはい、当たれば、なるほどなるほど、タイミングをずらせるんですよね。キーパーとしてはタイミングが、うわ、フレットアップ上手、柔らかい、フレットアップ上手、振り向き様。15番、爆年一走大使、ヒロト選手。ヒロト選手、あ、カウンター、ナイスキーパー、ナイスキーパー。鈴木陽太選手の、俺の股は抜かせないぞと2番ばかりの股を狙ったシュート。危ない。さあ、相手がリスをかけている。さあ、逆にカウンター。早い。なんだこの展開。フットサルの醍醐味としてやっぱこの展開が早いというのがちょっとありますね。
プレミアリーグより早いですね。いや早い、すごいな。これはかなりフィジカル的に辛そうっすよね。もうやっぱ怖い。来た、ローキック。選手たちは走り込みの練習とかしてるんですかね。いや、してるでしょう。これもこれしないと無理ですよね。フットサルは体力が本当に厳しいので、本当にバスケットとかバスケットな。確かに。しかもその中でこの足技を見せてくっていう凄さ、足こそは本当にやる。いや、すごいな、本当に。本田選手は得意なプレーによくキープ、はい、あと向かい手のフリーキックと挙げられますけども、ね、そのトレーニングというのはどうやって続けたんですか。まあ、日頃からこう筋トレ、はい、で体幹、はい、そうですね、こういうところが大事になってるから。なので、この選手たちも、ね、日頃から練習してると思いますよ。本田選手、ちなみにおすすめの体幹トレとかっていうのは。おすすめの体幹トレというか、チャンス。あと。ちょっと取り切りました。ゴレイドの鈴木選手がですね、足元がすごい上手なので、おー、ナイスキーパー。激しい、すごい激しい。さあ、YSCC ベンチが騒がしくなってきておりました。そろそろチラッと見たらまだ5分ちょっとしか経ってないんですよ。こんなに動いてて寝まぐるしいとか、ね、すごい。だから20分ハーフだけど、本当体感は40分ぐらい体力使ってますよね。それ以上じゃないですか。以上したら、うん、サッカーより激しいですよね。そうですよね。臨場感がすごい。いやー、すごいな。本当に初めて見てるからもう。本田選手もやっぱり開幕戦っていうのはいろいろ緊張すると思いますけど、はい、一番緊張した試合っていうのは今までの中でどういったものがありますか。緊張は毎回してますね。ああ、自分もそれは便利だと思います。なるほど、緊張はむしろしろと。しろと、はい、緊張しなくなったら終わりやと思ってこんな実況席でこのメンタルのね、メンタルの持ちようまで聞けるなんて、非常にありがたいこと。まあ、僕自身としては、練習参加が一番緊張しました、さっきの。いや、確かに。ちょっと顔こわばってましたもん。確かに。ただ、技術はやっぱりすごかったですね。いやいや、全くですよ。右利きの本田さん。大阪体育大学って感じでしたね。知らんでしょうね。絶対行ったことないだろう。いやー、すごい。これ今どういう、あれなんですかね、作戦というか、結構大きいボールが増えてる。前に投げて、しっかりピボカ、ピボカのサッカーでいうとフォワードの選手が、ね、はいはい、収めて、そこから、まあ、アラブ最後の選手が最初の時間帯の方が、最初の時間帯の方がどっちかというと繋いでましたもんね。うまく行きたいところですね。なるほど、ちょっと前目に行って1点取りに行こうっていう両方。そうですね。なんで、より展開が速くなってるか。なんか今のあのちょっと手前にボールが来てポンって出してかわすテクニック、はいはい、あれやりたいですね。あれは気持ちいいでしょう。あれ なんていう名前がついてるんですか、中村選手。あれ名前あります、ね、あのさっきのこう来てちょこんと出して抜くやつ。名前わかんないらしい。シャペウ、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 シャペウです。シャペウ、シャペウです。ネイマール選手とかがよくやるような、さあ、しょって先ほどのシャフェをしたクリファイル選手はでかいですけど、足元もしっかりありますね。本田選手のようなでかくても足元もある。そうですね、でかいとね、身体能力だけと思われがちなんですけども、やはりフットサルっていうのは非常に大きい。おーっと、いい守備、いい守備だ。あー、早いな。おーっと、素晴らしい。さあ、相手はゴール、ゴレイヨからロングボール。さあ、胸のラップスタイル、これは脂肪が収めるということですね。すごいですね。しっかりディフェンス、いや、いいディフェンスですね、これ。いいディフェンスも引っ張ってると主張があるけれど、あと、OK、
とピッチ内で今ユニフォーム引っ張ったんじゃないかと、そこで今審判から注意がありますね。さあこの間のピッチの中で選手たちがポジションを整え合って、YSCC 選手変わりましたからね、10番選手とセットプレー、これまさかあのね、おーっと危ない、あれはあの股から抜けてくると見づらいですからね、やっぱ角度的には本田選手がねポーランドからぶち込んだあの2010年のあのねクリリックの時っぽかったんだけど、相手チームの懐かしい、懐かしいのね。本田選手2010年の時からいるとやっぱすごいっすよね、まあ、今19歳、はい、はい、今34、ってことはその時24歳、そうです、ね、うわすごい、懐かしい、やっぱあーっと危ない、やっぱりサッカーもスポーツもやっぱ年齢って関係ないと思うんですよ、ね、なるほど、はいはい、年齢は関係ない、なのでこのピッチ上の選手たちも年齢は違いでやっぱり皆さんコミュニケーションが上手に取れる、そういうところは素晴らしいなと思います、あ、ゴールキーパー、さあ5レーンのサポーターから鈴木選手へ大きな声援、やはりゴールキーパーは非常に重要、一つのミスで取り返しをつかないことになるのでね、まあ、鈴木選手は本当に硬いゴレーロなんてなかなか持ったい人でもね、全然止めてくるんだよ、向こうもかなり手こずってる様子、この夏がすごい痛いミスで、ただゴレーロ、まあ、もちろんあの鈴木選手が活躍する姿見たいですけども、その分 YSCC にピンチが来るということになってしまいますので、そうですね、ねなかなかあんまり鈴木選手がね、フューチャーされる姿見たくないんですけど、ただその後ろにね、居場所を失いかけてるモノマネジャパンたちもいらっしゃいますので、モノマネジャパン大丈夫ですか、あ、大丈夫です、ありがとうございます、彼らとも一緒に戦ってます、前園さん、前園さんお酒飲みたいようじゃないよ、サポーターと共に戦ってる、さあ選手たちはこの声援を背中に背負ってそれを力に変えてほしいですね、こんだけの素晴らしいホームの雰囲気を作り出してくれるサポーター、これ僕たちフットサル見るの初めてなんですけど、はい、ビーチサッカーを一回見たことあるんですけど、ね、ビーチサッカーとフットサル、この試合中に曲をガンガン流すのが一緒なんですね、確かに、でそうですね、これはそういう流さないとダメなんですよ、やっぱ持ちの方がね、やっぱそうですよね、持ちの方がこう楽しめる、おっと一人、さあこれはナイスチャンスだ、あーっと惜しい、今いいトップだったんじゃないですか、素晴らしい、音楽声援中のコーチング、いろんな声が聞こえてくる中、さあ一回外にかわして、あー惜しい、とにかく中に入れるとね、触ったらコース変わってがありますからね、そう、まずシュート打つことがね、あーナイスカット、ナイスカット、ここはサボらない、絶対にサボらないディフェンス、さあ選手同士激しい指示が飛び交います、そうですね、熱い展開になってますね、一瞬たりとも気は抜けない、まだスコアは0対0、YSCC 横浜対エルソン神戸、港町アビいい守備だ、エルソンもどんどん仕掛けてくる、おーっと、あーキーパーちょっと余裕ありますね、このフローインが入って、うまい、抱えて追い込んでから、あー惜しい、一回大志選手、収まりますね、やっぱちゃんと、あっ、タキ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 選手のシュートは惜しくもディフェンスに阻まれてしまった、さあファーサイドに待ち受ける、縦に来た、ワンタッチを主導する YCC ボール、
ここ1点取りたいですね。ああ、体をぶつける、激しい、すごい、うまい、コート、コーナーキック、当たりましたね。さあ、ピッチ上の時間は9分37秒が経過。ここまで10分振り返ってみて、本田選手どうでしょうか。そうですね、やっぱ思ってるより激しいですよね。そうですね、この中で、まあ、走り続ける体力って非常にすごいなと、まあ、これからの試合展開期待したいなと思います。なるほど、選手の名前が相手チームを含めて、ありがとうございます、めっちゃ助かります、はい、相手チームの選手の名前が載ってます。フリーキックのチャンス、フリーキックはフリーキックでいいの、フリーキックでいい、フリーキックってサインプレーなんか多いんで。なるほど、しっかり注意して、まあ、これもだから4番選手の中から前に立って、これもサインプレーなんですね。ああ、なるほど、新村選手のサインプレー、藤川選手のシュート、藤川選手2秒ぶち抜こうとしたけども、今はコースが甘かったですね。レーソン神戸、藤川選手、さっきボールサイド際でめちゃくちゃ熱かったんで、多分もう本当闘志あふれるタイプのプレーヤーですね。体もでかいですし、キャプテンで10番で、さあ、これは惜しい、素晴らしい判定でしたね。いや完璧だった。まさにそのキャッチフレーズ通り、でかい、強い、うまい、でかく構えて、強くお尻でディフェンスを、ね、自分の振り向くスペースを作り、181cm 73kg、 181の73、当たったら壊れちゃいますよ、もうそんな。でかいですね、体をうまく使った、ターンからの、いや、最後落ち着いてましたね、今ゴール前、予習で来るかなと思ったけども、そうですね、おしゃれなやつ、おしゃれな本田選手、好きそうなやつ、ジップウィークが好きね、PK でだって本気で真ん中で打ち切る時もあればね、そうですね、おしゃれに決めるときも、おしゃれに決める時もあり、いや、やっぱ手が強くて、お前素晴らしい、一番いいやつ、今日のメンバーのメンバー、ありがとうございます、これを見ながら、ここは耐えたいですね。さあ、ここは耐えたいところ、やっぱりあれですか、フットサルも試合点を取った後取られやすいところ、キーパーはもっとキーパーが来て、パワープレーで繋いで、この後はね、この後切り返し、これが入ったらゴールですからね、大丈夫ですね、延長に当たった、ああいうのもある、ああいうのもあり、ボレードが足元を使えるというのは本当に大事なところです、素晴らしい、鈴木選手、サッカーじゃないですね、ないですかね、聞いたことない、天井に当たると外から出した、当てた側の相手の方のリスタートで始まる、お、でかくて強い、キープ、前を向く、うまい、赤を抜く、股を抜く、チョリンチョリンだ、チョリンチョリンが出たぞ、でかくて強くてうまい、でかくて強くてうまくて股をチョリン、素晴らしい、これたまんないです、ファンはこういうプレーたまんないです、そしてファン、シュートが出た、ファンはこういうプレーたまんないです、そしてファン、シュートが出た、ゴール、
俺だけを見ろ。ただいまのゴール背番号ナンバー3伊藤源。ちなみにあの伊藤源選手あのイタリアでプレーしてたことがあって寝言がイタリア語らしいです。寝言イタリア語、なるほど。こんなイタリア語ですかね。すごいですね。さあここで1回目のどっちのチームとか歌うタイムアウトでございます。1分間のタイムアウト、タイムアウト1分間。さあ1分間のタイムアウト、次のタイムアウト多分、まあ、2失点したんでね、ここで、もう点を入れられないために流れを止めるためにですね。そうですね、デーソン方面の方が東の方に残って、はい、ここで仕切り直してるんですけど、まあ、同じように YMCC の方もこれから攻めれるんで、なるほど、なるほど。まだ攻めてなかった。これあれですよね、1分間のタイムアウト取って、で、ジーナさんたちがダンスして相手チームのこう目を集中をそらすっていう作戦も含まれてるんじゃないですか。なるほど。やっぱホームならではのこのタイムアウト、これが YSCC のやり方だと。タイムアウトホームアドバンテージは使えるだけ使っていきましょう。まあでもこれ取ってあの修正してくると思うんで、あの YS の方は集中したいですよね。そうですね、ここ一旦集中して。おっと、やはり2点のビハインドが少しプレッシャーになってるんでしょうか。ボールがちゃんと前に出てなかったということで再びやり直し。さあ再びキックオフ、残り時間は8分16秒。デューソン神戸対 YSCC 横浜の開幕戦、2対0で YSCC 横浜がただいまリードしております。前半もう1点欲しいですね。安牌の点差っていうのはどれくらいなんですかね、もう2点は一番怖いですから、ね、2点は一番怖い、これ以上は食べ続けて欲しいですね、本田選手、ベルギー戦どうでした。ベルギー戦2対0の時の心境、もうちょっとバリケンって思ってしまったことが範囲やったから、はい、なるほど。じゃあもうまず確実に今この 2-0 でそうですね、出ると思ってる YCC の選手、もちろん監督がそう思ってると危ないこと、これは危ないです。まだ 0-0 やと、なるほど。でもあれで本当に行ってたらうまくいけば決勝もありましたもんね。そうですね、ナイスです、ナイスです。あのフットサルで多いのは、はい、あのコーナーキックだったりとかでナンバーで番号を振り分けてそこでタッチプレーをするかっていうのがあるので。なるほど、はい、はい、難しいな、やっぱ そ, っか、そういうの決めとかないと展開が早いというか、あれだから、チャンス今のもだから多分1人が中に入ってディフェンスを見上げたところにダイレクトです。5パターン、6パターンぐらいあるしかない、多分いっぱいあるので、あ、ノールックで、お、強い強い、さあ、チャンス、あーっとカウンターだ、やばい、この後はさあ走って戻る、大事です、ナイスディフェンス、ナイスです、あーっとクリアミスしまった、しかし引っ張ってる、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 流した、アドバンテージを見たか、ゴール前結構引っ張られてましたけどね、あ、アドバンテージを取って後でね、さっきの引っ張ってはダメだぞと、なるほど、ホームランで審判落ち着いてますね。確かに審判この空気に飲まれちゃいけないわけですからね。審判もこのスピードについていくわけですから、だいぶ運動量大変ですよね、やっぱ普通に考えたら。面白い、これは面白い、ただいまのゴール背番号ナンバー11、
滝沢拓也。あのオフはインドア派でパワーの充電をするらしいですよ。ありがとうございます。滝沢情報ありがとうございます。充電してたのがまさに今出ましたね。素晴らしいホームのこの 3-0 の展開というのは非常にありがたい。やっぱ前半で 3-0 に出るっていうね、心に余裕が出ますよね。そうですね。ただフットサル展開が早いので、はいはい、しっかり集中して、はいはいはい、前半はね無失点で抑えたいですよね。さあ再び背負って切り替えた。悔しがる。ボールのもらい方魂が入ってますよ。湊選手、湊選手のさあ再びキープ。強いですね。ビエリを思い出しますね。そうですね、強さがもうビエリ級ですね。髪型もなんかイタリアっぽい。さあスコア動いて3-0、ホーム YCC 横浜がリード。こういう時は今監督は何を思うんですかね。何を考えですか。監督でもやっぱここはしっかり守りなのか攻めなのか。本田選手が本田選手はあのカンボジアで監督の方もされてる、カンボジアですよね。そうですね、やられてるってことなんですけども、本田選手が監督だとしたら今選手たちに一番どんな声をかけますか。今のままキープしろと、ただその満足するなと、もっと点取れと。なるほど、開幕戦なんでもっと点取っていけるというふうにほぼ続けますね、はい、なるほど。でもっと攻めろという。そうですね、守りわけではなく、攻めることがやっぱ最大の守りっていう。なるほど、攻めが最大の武器、やっぱ KSK 本田のチームクラブは攻めの姿勢ですね。ここしっかり対応したい。大丈夫です。さあ本当アクロバティックですね。今のプレーとかももうナイスボール。うわ上手、チャンスですよ。ああもったいない。切り替えましょう、切り替えましょう。伊藤選手のトラップ少しだけ大きくなってしまったが、ああいうところでの、ね、ミスは全然大丈夫ですから、積極的なミスっていうのは、ね、全然犯していって大丈夫なんでね。逆に僕もあの本田選手に感化させるわけじゃないですけど、ミスをミスって呼ばないようにしてるんですよ。そうですね、いい経験したなって思えた。おっと、キーパー真っ白。惜しい、惜しいですね。だからでこの会場に来てるちっちゃなお子さんたち、おこのプレーを見て、積極果敢にトライしていってほしい。さあ、これを、やらもと選手の最後のチョロン。さあ、これが後でどういう展開になっていくのか。馬場選手、ナイスゴールキーパーですね。監督がすごい鼓舞してますね。身内の状態を作られてる。監督の気持ちがもう伝わってきますね。あんなにもやっぱ、昨シーズンの最終節で逃した思いが全部伝わってきますよ。どんどん入れ替わる、どんどん入れ替わる。さあ体を入れる。ここは一旦大きく、なるほど、落ち着いてる。一回時間を使う。これはやっぱり勝ってる時の戦い方。これやはりあれですかね、3対0なので体力も温存しながらやりながらっていう部分もあるんですかね。そうですね、まあ、でも控え選手もいっぱいいるんでやりきれと、体力を温存するなと。あ、なるほど、どんどん点取っていけっていうふうに思ってます。なるほど、なるほど。ちょっとでも甘い考えが出たらそれです、まあ、逆に3-0なんてすぐ変わっちゃう。本当にワンプレーで展開変わるので、はい、ここまではすごい弱い中心に安牌ではない、安牌ではない展開なんですね。まあ、もうここまでもうずっと練習してきてるんで、はい、そんなすぐに体力なくなるような体力ではないんで、なるほど、どんどん1試合戦える皆さん力もあると思います。なるほど、なんだかんだ言ってね、あと5分切りましたからね。ここ最後のゴールに集中したいですよね。さあ残り時間は5分を切って、おっとコートを広く使ってきた。おー、
決まりや。橋本裕樹選手の左足。素晴らしいシュートでしたね。今パンチありましたね。素晴らしいですね。本田選手教えたんじゃないですか、さっき。いや、教えてないですよ。教えてないんですか。そう、ディマリアみたいですね。あと観客の皆様でね、サポーターの皆様、何人か気づいてる方もいるかもしれないんですけど、真ん中に座ってるフェライン選手、あのディマリア選手の顔似てるってよく言われるんですね。今ね、あんま似てないですけどね。ちなみにあの浜野ディマリアの、はい、橋本選手、高校時代にね、日本高校選抜の選考メンバーに選ばれたことも。おー、すごい。やっぱ皆さん第一線でやってるような方、おっと、おーっと、さあどうしても前半のうちに、あ、なるほど、ここ滑るぞと。なるほど、やっぱお笑い芸人も、やっぱフットサル選手も一緒に滑りたくはないですね。確かに滑りたい。お笑い芸人も滑りたくないですし、まあ、これのところは、ね、しっかり滑る感覚なんか好きじゃない我々という人ですね。これはそのトップスピードで上がっていく選手に対してボールをどの強さで出すか。チャンス。ちょっとでも強いとトラップが乱れてしまいますし、ちょっと出るだけでそのスピードを殺してしまう、そういう緻密なボール1個分、速さ、そういうものも見ていくと非常に楽しいゲームになってきますね。このちょっと中に出してチャロン、足裏の技術が大事なので、足裏が本当に先ほどから言うとすごい、めちゃくちゃ使ってますよね。横に移動して足のチョンで後ろから後ろに下がってきてみたいなメンバーの入れ替わり。さあ今この5っていうのがその作戦ですね。なるほど。まあ選手一人一人がもう MC みたいなもんですね。そのもうこの場を回して、おっとチャンス、これはわー、惜しい、高橋選手の。いや、おっと、これさ、思ったんだけどさ、このマイクさ、モノマネジャパンの方に渡せばいいんだよね。あそこの、うん、後半あ、もう一本あってもいいんじゃない。ああ、ボールは左に渡して、ね、俺らで相手がどんどん流動的に動く。素晴らしいディフェンスでしたね。そのはめるっていうのはあれですね、あのみんながこう一個の流動的な動きでここにボールを出させ、そうですね、ここで取るんだぞっていう、そうです、皆さんね、はい、じゃあ、なるほど、誰かが一人追ってそれが追うだけじゃなくて、そうですね、そっからこっちに流すんだっていう、そうです、なるほど、やっぱチームで戦ってたっていうのもあると思います。ゼロで抑えて後半に回りたいですね。ですね。できればもう1点。さあ前半は絶対ゼロでいきたいワイエスト。おっと意表ついた。素晴らしいです、大石選手。大石選手振り向きざま。おっとこれはキーパー。はい、5レイロです、すいません、5レイロです。鈴木選手、おさあ来た、あーっとオシャレヒール、でも今オシャレヒールで行ってほしかったんで、ありがとうございます、めちゃめちゃ伝わりました。今のね、ちょっと触ってコース変えるっていう意図、素晴らしかった、さすが進化するフットサル AI、 さすが取ったチャンス。さあこれは
ですね、樋口選手。樋口選手のプレーがいちいちおしゃれですよ、これ。いちいちおしゃれです、皆さん。さあ、ボレーです。さあ、ドレイロ。さあ、パープレー。さあ、おっと、大丈夫なんです。ナイスキーパー。これ、あの、手袋はしないんですか？あの、フットサルの、プロの選手たちは基本的にはスルーです。それなぜかっていうと、やっぱ投げの部分ですね、さっきからあのスローイングしてると思うんですけど、はい、あの、危ない。フットサルが全然、インカグローブしてる人が違うんです。また、あの、タッチ決めるよ、タッチの専門になるので、これやってます。あ、そうなんだ。なんか痛そうだけど。あの、そう思いたいと思います。これは慣れなんですね。じゃあ、ボレーロにビンタされたらやばいですね。なかなか後が強い、ね、皮膚が強いです。さあ中盤でボールをキープ、この縦パスは道路の中さあ、ワイエス、このアート、はい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 、はい、確かに掴めるから、はい、鈴木選手から大石選手への縦パス、これは通らず、さあワイエス、ここが合わせない、時間を使うといってもこの時間は止まっているので、さあサポーターからの、おー、打ってきた、強烈なシュート、黒田選手、レフティーマジシャンのその異名のもとに、これはもうパスパスできない、相手に1回触らない、しっかり決めに対応する大丈夫ですね、残り30秒ぐらいですよ、さあここは集中したい、前半残り37秒、後半の流れなんだっけ、ハーフタイム、ハーフタイムは最初マキッカさんのじゃんけん、ああ4分ですね、確かに、まあ、割り返しサクッと、まあでもやっぱ音楽流れながらやってるのは本当気分良さそうですね、僕もこういう状況でちょっとやってみたいです。ただ恐らく選手たちは集中してるので聞こえてないですか、もともとやっぱブラジルとかの文化だからこういう風になってるんですか、ビーチサッカーもそうじゃないですか、多分そうだと思います、そうですね、自分から考えたらいいんですけどね、ここは集中したい、ここは味方だけなんで、はい、これ30秒切りました、これ17秒、小林、塩込みのリフタート、さあここはゆっくり時間を使っていく、射程の突破は他に行きたいボールの外に切ります、さあここで1回タイムアウト、ね、1回タイムアウト、さあタイムアウト、モノマネジャパンカモン、モノマネジャパン、カモン、さあ、モノマネジャパンがおのおの、さあ、出てきた、俺らも行っちゃっていいよ、俺らも行っちゃって、行っちゃって、ワプカーいい、ゼーバー行っちゃっていいよ、さあ、この1分間の間、さあ、レジーナではなく、さあ、モノマネ、おっと、前園選手が、前園選手がモップ掛けしてるぞ、さあ、これは絶対にシャッターチャンスだ、絶対にシャッターチャンスだ、サポーターの皆さんも。何をやってるのかさ、モノマネジャパン、ジャパン出る気満々で鳥籠をやってるさ、おっと、なんだ、おっと、香川真司選手が服を脱い、おっと、香川選手、満遊の時の、おっと、フェライニ選手と香川選手が夢の共演ですさ、ここを拭いてくれと、前園選手とちょっとしたコントが始まる、おっと、シュートの邪魔をする、久々の再会ですかね、香川選手、おっと、あっという間に終わってしまいましたけども、あっという間に終わりました、残りは9秒です、ここは集中しましょう、さあ残り9秒、このタイミングであのタイムアウトっていうのはこれは前半1回ずつしか取れないので、ワイエース側が取ったっていうことですね、なるほど、まあ、そしてここはワイエース CC ゴールなので、はい、一旦ここで、なるほど、これが非常に頭のいい取り方、はい、シュート、シュート、非常に足元が
手はいない。本家本田選手の前で無回転、右足の無回転でしたね。ナックルボール、さあ、サープレー、さあ前半戦終了でございます。これより15分のハーフタイムに入ります。